とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、アーティファクト、ここ修正してほしいっていうやつ、やっていきたいと思います。最近アーティファクトよく触るんだけども、これはこうしたら強くなるんじゃないかっていうところがあるんですよ。そこをね、今日は伝えたい。では、行きましょう。それでは修正してほしいアーティファクト一つ目、これです。氷の杖ですね。ダメージとスタン、そしてクールダウン、これはね別文句ないです。ものすごいダメージあるし、まあ、20秒だったら防具のクールダウンでなんとかなるのでいいと思います。ただ範囲なのよ、攻撃範囲。おそらくこれ 2×2 の4マスにしかダメージが入んないのよね。小さすぎる。これ一瞬でね、ボンって出るんじゃなくって、氷を生成して落としてダメージを与えるんで、ダメージが入るまでちょっと時間が空くのよ。そこを 2×2 で狙い撃つってなかなか難しい。なのでせめてね、 3×3 の9マスぐらい、それぐらい効果範囲があればよかったかな。今はもうとてもじゃないけど使えないよね。続いて二つ目、稲妻の矢筒、そして炎の矢筒もだね。そもそも攻撃力が低すぎる。もうちょっと高くてもいいんじゃないかっていうふうに思います。まあまあ、若干の範囲にダメージを与えるには与えるんだけども、それでも低すぎる。効果力の弓を使った時に、ものすごい攻撃力ダウンしちゃうので、これもう、あと倍ぐらい攻撃力上げてもいいんじゃないかな。もしくはこの攻撃力だったらばクールダウンを半分とか20秒にするとか、それぐらいしないとね、ちょっと今無限ダイナモぐらいじゃないと使い物にならないので、これは修正してほしいかな。続いてはこれ、ガーディアンの目ですね。そもそも使えない。全くこれ使おうと思ったことが一度もないね。まずダメージが低すぎる。255で87万って、これは低いよ。まあソウルを使わないからこれぐらいのダメージなのかもしれないけども、いや、それでも使わないわ。クールダウンも20秒と若干長めだし、なんだろうね。効果範囲も短いし、あと撃つまでに若干のためがあるでしょ。なので、これを使おうと思うならば、まあ、せめて攻撃力があと3倍ぐらいになってもらわないと、誰も使わないと思う。これはちょっと修正してほしいね。そしてこれも修正してほしいですね。アップドラフトの書です。まあ、ダメージとか、あとクールダウン、ターゲット、そして発動までの時間とか、そういうのは大丈夫なのよ。全然そのまんまで大丈夫なんだけども、連続発動できないっていうところが問題だと思います。これ、下でね、風がぐるーっと舞って、で、上に敵をぶち上げるんだけども、そのぶち上げるまでに連続発動すると、まずもって発動しないのよ。そこをね、必ず発動するように修正してほしいね。カバンビルドみたいに、これで風ビルドみたいなのができれば、めちゃくちゃ強いと思うのよ。ただ、発動しないの、今は。それをちょっと修正してほしいね。続いてこれですね。回復のトーテム。これ昔からあるアーティファクトだけども、今、現在、現状の敵でこれを使うとすると、とてもじゃないけど使えない。25秒かけて、数値の回復量をするんだけども、ミリすぎるのよ。25秒っていうのが。せめて、15秒とかね。15秒でこれだけ回復しますよっていうんだったら、まだマシだと思うんだけども、今この感じだったらば、ないのに等しい。なので、ちょっとここも修正をお願いしたいかな。今はとてもじゃないけど使っていけない。
そしてこれも問題だと思います。小麦、そして肉、ランタン、まあ、消化系だね。あの草もそうか、消化系弱い。もうちょっと強くしてとてもじゃないけどさ、あのアポカリプスプラス25とか、あとデイリーの最高難易度とか、そこら辺に出しちゃうともう瞬殺されるじゃん。なのでせめて瞬殺されないぐらいの強さにはしてほしいですね。アーティファクトに入れる意味がないので、この召喚系っていうのもちょっと情報修正してくれないと、現状ではとてもじゃないけど使えないよね。次、ハーベスターですね。攻撃力はまあなかなか高いのよ。なかなか高いし、連続発動も可能なんで強いのよ。ただソウル使いすぎ。もうちょっと半分ぐらいね、あと半分ぐらいソウル消費を抑えてもいいんじゃない？まあダメージも、まあ、若干抑え気味でもいいんで、ソウルあんだけ使うならばちょっとやってられないよね。次はこれ、スピンブレード。これこそがね、何のためにあるのかわからないアーティファクト。まさにそれだと思う。本当に使えない。何なんだろうねこれ。なんか使い方があるならば教えてほしいです。これはなんかもうちょっとあるんじゃないの？もう自分の周りをさ、こうバリアみたいにぐる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 ずっと回り続けるとか、そういうんじゃないととてもじゃないけど意味がわからない。これちょっと使い方わかる人いたら教えてください。そしてこれも問題があります。花火の矢ですね。昔は良かった。昔は俺も結構使ったりしてたので良かったんだよ。でも今現在敵の HP が爆上がりしてる中でこれは使わない。この攻撃力が低いんだよね。175万、まあ255でね、175万なのよ。これじゃ使わないかな。せめてあと3倍、一発で500万ぐらいのダメージがあるならばまだ使えると思うんだけども、今は本当、使えないアーティファクトになり下がっちゃったんじゃないですか。修正した方がいいと思いますよ。はい、ということで今日は修正してほしいアーティファクトをやってみました。まあ多分他にもねあると思います。皆さん結構不満があるんではないでしょうか。まあ俺が紹介したのはほんの一部だと思いますけども、はい、何かあればコメント書いてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。